はい、皆さんこんにちは。今回は入門編のパート2になります。入門編はこのパート2で終了になります。前回のパート1ではキャラクターの移動の設定を行いましたが、その時はまだアニメーションはくっついてなくて、棒立ちのまんま動いていたと思います。そこでパート2ではそれに実際に歩いたり走ったりするアニメーションをくっつけていきたいと思います。なので今回はまずアニメーションの設定を行います。でアニメーションの設定は基本的にアニメーションブループリントっていうものを使います。でこのアニメーションブループリントにはさらにイベントグラフと、アニムグラフ、これら2つから成り立っているので、これらを解説するとともに、あとアニメーションを設定するためにはこのブレンドスペースっていうものを使いますので、これの解説も行っていきます。あと最後に、今回 GetVelocity っていうノードと VectorLength っていうノードを使います。でそれの数学的意味を最後に解説したいと思います。これは興味のある方だけで大丈夫です。それでは早速始めていきましょう。解説を始める前に大切な支援者の方々を紹介させてください。当チャンネルは現時点で左に示させていただいている5名の方々にご支援していただいております。この場を借りて感謝いたします。またたくまさんには一番多くご支援していただいておりますので、一番初めに記載させていただきました。他に当チャンネルの活動維持のためにご支援していただける方がおられましたら、概要欄のリンクからよろしくお願いいたします。はい、それではアニメーションを設定していきます。キャラクターのアニメーションを設定するブループリントを、アニメーションブループリントと呼んでいます。それでまずサードパーソンテンプレートであらかじめ用意されているアニメーションブループリントを見てみましょう。というわけでコンテンツブラウザを開いてもらって、この一番上のコンテンツを押してマネキンフォルダに行ってもらって、ここのアニメーションズのフォルダの中に入ります。そうすると、こういうファイルが並んでいると思います。でアニメーションブループリントっていうのはこれですね。サードパーソンアニム BP って書いてあるフォルダ、ファイル、これがアニメーションブループリントになります。で中に入ってもらうと、こういうノードが並んでいるかと思います。でアニメーションブループリントはアニムグラフというものとイベントグラフの2つから成り立っています。左側に行ってもらって、このイベントグラフを押すと、このイベントグラフが表示されて、さらにその下のアニムグラフを選択すると、こういうものが表示されます。これがアニムグラフになります。アニムグラフというのは何かというと、これはアニメーションの状態を遷移させるロジックを記述します。このデフォルトの中に入ってもらうと、こういうふうになっていて、これが歩いたり走ったりするアニメーションがこの中で組まれていて、こっちがジャンプですね。で、こういうふうに今アイドリング状態とか、歩いたり走ったり、ジャンプなどのアニメーション状態を、どういうふうに切り替えていくのかというものをこのアニムグラフ内で記述していきます。で、こういう一連のシステムを、ステートマシンと呼んだりします。ステートっていうのはこのアニメーションの状態ですね。それを、ステートと呼んでいます。歩いたり走ったりするアニメーションの状態をステートと呼びます。で一方このイベントグラフは何をするのかというと、そのアニメーションを切り替えるのに必要なノードを組んでいきます。というわけで、今回は何をやるのかというと、このアニメーションブループリントを一から作っていって、アニメーションブループリント内のイベントグラフだったりアニメグラフの理解を深めていただきます。コンテンツブラウザに戻ってもらって、でアニメーション自体はここにあるものですね。これらを使っていきます。例えば歩くアニメーションだったらこれですね。こういうアニメーション、こういうのを使ってアニメーションを作っていきます。それでこの緑色のファイルですね、これがアニメーション単体で、アニメーションシーケンスと呼ばれています。でこのサードパーソンアイドルラン2D って書いてるのが、これ何かというと、これブレンドスペースって呼ばれるもので、中に入ってみると、こういうものが並んでいるかと思います。で、これは何のために使うのかというと、さっき示した、歩いたり走ったりする、アニメーションがありますけれど、
これを歩いてる状態からこういう走ってるアニメーションに切り替えるときに、まあ、いきなり切り替えたら突然歩いてる状態から走ってる状態になったり、あと、まあ、こういうアイドリングですね、アイドリングしている状態に突然なったりするので、まあ、そうならないように滑らかに切り替える、そういうことができるのがこのブレンドスペースになります。ここの緑色のバーを動かすと、まあ、この中のアニメーションが動くかと思います。で、この横軸がスピードで、スピードが0の時はこういう止まっている、まあ、アイドリング状態ですね。で、このスピードが徐々に上がるにつれて、ここが歩いている状態で、スピードが上がるにつれて徐々に走る状態、まあ、こういうふうに各アニメーションを滑らかに切り替えてくれるのがこのブレンドスペースの大きな役割になります。なので、このブレンドスペース自体も作っていくことになります。というわけで、元に戻ってもらって、早速やっていきます。で、まずフォルダ分けをしたいので、まあ、コンテントを一番上のコンテントに行ってもらって、右クリックのニューフォルダーで、アニメーション図というフォルダを作ります。で、作ったら、まあ、これはお好みでいいんですけれど、さっきマネキンの中にある、アニメーション図のフォルダに入ってもらったら、この緑色のアニメーションですね、アニメーションシーケンスがあると思います。で、これを分かりやすいように、ね、さっき作ったアニメーション図の方に移動させておきたいと思います。ほんで、これをまあ全部選択してもらって、そのままマウスでこう持っていって離すと、ムーブヒアとかコピーが出てくるので、ムーブヒアを選択します。そうすると、まあ自動的にここのさっき作ったアニメーション図のフォルダの中にこのファイルが移動されます。で、続いてそのままブレンドスペースを作っていきます。で、まず右クリックで、アニメーションを選んで、このブレンドスペース 1D、 これを選びます。何も書いてないブレンドスペースは、これは 2D っていうもので、まあ、今回は 1D を使います。上の方はまた、まあ、実践編か、まあ、基本編で使うことになると思いますので、まあ、その時に解説します。で、今回は 1D で、それを選ぶと、こういうスケルトンを選べっていうのがあるので、今はこれしかないと思うんで、それを選択します。で、名前はブレンドスペースなので、まあ、BS って書いてもらって、で、アンダーバーの、まあ、アイドル、まあ、ウォーク、ランですね。まあ、こういう名前にします。つまり、待機状態、歩いてる状態、走ってる状態を、まあ、ここで切り替える。という意味ですね。で、中に入ってもらいます。そうすると、まあ、こういう棒立ちのマネキンがあると思います。そしたらまず左側に行ってもらって、このアセットディテールっていうのがあると思うんで、それを選択します。そうするとこのアキシスセッティングスの下にこの、ホリゾンタルアキシス、まあ、これがあると思うんで、ここの三角マークを開きます。そうするとネームが出てくるので、ここのネームにスピードって入れます。で、その下のミニマムアキシスバリュー、これは0でいいです。で、マキシマムアキシスバリュー、これは600に今回しておきます。さっきのサードパーソンのテンプレートとはちょっと違うんですけれど、まあ、ここでは600にしておきます。で、ナンバーオブグリッドディビジョンズ、これは2にしておきます。ここにアニメーションをポコポコ当てはめていくんですけれど、まず左側に行ってもらって、右側に行ってもらって、アセットブラウザーがあるかと思います。もしなければ、ここの Windows のこれですね、アセットブラウザーを選ぶと出てくると思います。そうしたらこのスピード、ここ0のところで、サードパーソンアイドルですね、これをこのように持っていきます。で、次、真ん中ですね、真ん中はウォークなので、サードパーソンウォークをこのように配置します。で、最後スピード600の時はサードパーソンランをこのように配置します。で、さっき区分したこのグリッドディビジョンズ2って書いてるのが、この分かれている数ですね、こ
これで1、こっちで2、それの数です。なので、まあ、スピードここのウォークはど真ん中なので速度は300で、マキシマムが600なので、この600、スピードが600の時にこのアニメーションが再生されます。スペースじゃなくてシフトをしながらこれをマウスを動かすとこのように切り替わります。なので走って止まっている時はこの状態で、スピードが上がるにつれて徐々にアニメーションが切り替わっていきます。で、それが終わったら一旦セーブして元に戻ります。で、次いよいよアニメーションブループリントを作っていきます。それはまず右クリックアニメーション行ってもらって、アニメーションブループリントを選択します。で、また同じようにこういう画面が出てくるので、この下ですね、 UE4 マネキンスケルトン、まあ、これしかないと思うんで、これを選択して OK で、名前ですね、まあ、BP プレイヤー、まあ、アニムとかでいいかと思います。そしたらこの中に入ります。そうすると、まあ、こういう状態になっているかと思います。左のアニムグラフを押すと、まあ、こういう画面に切り替わると思います。そしたらここで右クリックステートって押すと、一番下にアドニューステートマシンが出てくるので、それを選択します。で、もう一度押すと名前変えれるんで、まあ、ロコモーションにしておきます。さっきのサードパーソンではデフォルトでなっていたところですね、それをロコモーションという名前に変えます。この人間みたいなマークがあると思いますが、この人間、このロコモーションの人間とアウトプットを接続します。そしたらこの中に入ってください。で、中に入ったらこのエントリーというやつだけ最初あるかと思います。で、ここでもう一度右クリックして、このアドステートっていうのを押します。で、名前をアイドルウォークランにします。ステートを作ったら、このエントリーからこういうふうにマウスで矢印引っ張ってきて、ここにつなげます。で、今度アイドルウォークランのこの中に入ってもらって、さっき作った BS アイドルウォークランが右側にあると思うので、これこのように持っていきます。で、この人間と人間を接続します。そうすると、さっき作った BS アイドルウォークラン、ここにスピードっていうものができていると思います。これがさっき作ったものですね、スピードで、このスピードに値を入力することによって、ここのアニメーションが切り替わるんですね。で、このスピードはどのように取得するのかというと、これはまずここを選択して、こうマウスで離すと、まあ、プロモートトゥーバリアブルっていうのが出てくるので、それを選択します。それでイベントグラフからキャラクターのスピードを取得して、それをこのスピード変数に格納します。そうすることで、そのスピードに応じたアニメーションが再生されるということになります。はい、ではプレイヤーからこのスピードの値を取得していきたいんですけれど、アニメーションブループリントを今作っただけではうまくいかないんですね。それはこのアニメーションブループリントと、まあ、前回作ったブループリントクラスですね、この BP プレイヤー、これとこの BP プレイヤーとアニメーションブループリントはまだお互いリンクしてないので、それを紐を付けるようにします。なので、この前回作った BP プレイヤーのファイルを開きます。そして左側のこのメッシュを選択します。選択したら右側にアニメーションっていう項目があるので、そこのアニムクラスですね、そこのところからさっき作った BP プレイヤーアニムを選択します。選択し終わったらコンパイルしてセーブしておきます。そうすることで、この BP プレイヤーと BP プレイヤーアニムですね、これが連携されました。そこで今度イベントグラフですね、ここを押すか左側のこれを押してください。そうすると、まあ、こういう画面に切り替わって、まあ、イベントブループリントアップデートアニメーションズと、まあ、トライゲットポーンオーナーがもともと配置されているかと思います。このトライゲットポーンオーナーは何かというと、まあ、このアニメーションブループリントとリンクしているブループリントを、まあ、呼び出すノードになります。まあ、基本的にこれを使っていきます。
で、まずここからワイヤー出して is valid っていうノードを出して、下のクエスチョンマークの方を選びます。で、これとここをくっつけます。で、この is valid って何かというと、ここから出てきたリターンバリューが、まあ、あるかないかで、切り替わります。まあ、存在していれば、まあ、is valid の方で、まあ、もしなければ下の方に行きます。まあ、基本的に、この TryGetPwnOwner はこいつとくっつけることが多いですね。で、このイベントブループリントアップデートアニメーション、これ何かというと、フレームの更新時に毎回呼ばれます。で、なのでフレームレートが例えば 60fps の場合は、1秒間に60回この先に書いてあるノードが実行されます。そしたら次はここからまたワイヤー出して get velocity で検索すると、この get velocity が出てきます。これは速度を取得するためのノードですね。で、さらにワイヤー出して、ベクターレングスですね、を出します。ベクトルの長さを計算することで、まあ、速さにしているというわけです。まあ、この辺はちょっと数学的な要素があるので、また、最後の方で、解説します。まあ、興味のある人だけ見てもらったらいいかと思います。まあ、とりあえずこの get velocity とベクターレングス、この2つを持ってくると、まあ、スピードを取得できる、まあ、そう覚えてもらっておいたらいいと思います。で、そしたら左側のこのスピードをこのように持ってきて、離すと get と set が出てくると思うので、今回は値を入力したいので set を選びます。で、こういうふうにワイヤーつなげて、このスピードとベクターレングスをつなぎます。で、この set っていうのは何かというと、変数に値を入力する方ですね。設定する、それがセットの役割になります。つまりベクターレングスで得られた結果をこのスピードっていう変数に入力する、設定する、それをしています。そこで一回ちょっとどうなっているのかプレイして確認してみます。そうするとこのようにキーボードの W とか S とか A とか D を押すと、まあ、こういうふうにアニメーション付きで動けるようになっているかと思います。ただちょっと今足がステージにめり込んでるので、それをちょっとサクッて修正します。コンテンツを開いてもらって、ブループリントのフォルダーで前回作った BP プレイヤーに行きます。で、左側のカプセルコンポーネントを選択して、このカプセルハーフハイトをですね、これ96にして、その下のカプセルラディウスを42にします。サードパーソンテンプレートと同じ設定ですね。まあ、そうすることで、まあ、カプセルコンポーネントがコリジョンの役割になっていて、さっきまでの設定だとこのカプセルコンポーネントがちっちゃかったために、足がカプセルコンポーネントの外に出てしまって、このステージですね、床に足がめり込んでいる状態になったんですね。で、なので、まあ、カプセルコンポーネントを少し、まあ、大きくして、まあ、足がカプセルコンポーネントの一番下とこの足が、まあ、同じぐらいの高さになるように設定したというわけです。で、プレイしてみると、まあ、いい感じに足が、まあ、床と接地しているかと思います。なんで歩けるようにアニメーションがなったのかというと、このスピードですね、これを取得したからですね。で、どうなってるかをプリント関数で見てみますと、プリントストリングスを出して、こことこれをつなげます。そうすると今は左側に0が出てくると思います。で、こう、まあ、動くと値が変わって、多分最大600が出てくるかと思います。まあ、W とか S とかキーボードを押すと、まあ、スピードが生じて、で、その出てきたスピードがここの変数に格納されるんですよね。で、格納された変数スピードの値がどうなるのかというと、それがここですね。ここから取得されます。600っていうスピードなら、この600がこの BS アイドルウォークランというファイル、さっき作ったファイルに呼ばれて、ここの600の書いてあるここのアニメーションを再生するっていう感じですね。で、キーボードを押さないともちろんスピードは0なので、ここのアイドリング状態のアニメーションが再生されます。続いてジャンプの方に取り掛かっていきます。それではまずアニメグラフに戻ります。そしてこのロコモーションの中に入ります。そしたらまたどっか空いてるところで右クリックでアドステートを選択します。そしたら名前を
ここではジャンプスタートにします。で、同じくもう一度アドステートを出して、今度はジャンプループにします。で、最後もう一度アドステートを出して、今度ジャンプエンドにします。それぞれジャンプを始めるときに使うアニメーションがこれ で、ジャンプ中のアニメーションがジャンプループ で、ジャンプが終了したときに呼ばれるアニメーションがジャンプエンドになります。で、それぞれこういうふうに矢印を引っ張っていきます。アイドルウォークランからジャンプスタートに矢印引っ張って、今度ジャンプスタートからジャンプループに引っ張ります。で、次ジャンプループからジャンプエンドに引っ張って、で、最後にジャンプエンドからアイドルウォークランに引っ張ります。で、そうすると、こういう矢印が4つ出てきたと思います。これが遷移ルールですね。アイドルウォークラン走ったり歩いたりしている状態から、どういう時にジャンプをするのかっていうのをこの中に入って記述していきます。ではこの矢印の中に入ります。ダブルクリックしたら中に入ります。そしたらこの CAN ENTER TRANSITION っていうのがあると思います。なので、ここからまたワイヤー出してプロモートトゥーバリアブルにします。変数昇格ですね。そしたらここの名前を is in ear is in ear のクエスチョンマークにします。要するに空中にいるか否かを判定する変数になります。この is in ear という変数は赤色になっているかと思います。これはブーリアン型と呼ばれるもので、 true か false という2つの値のどちらかを一方を格納するための変数になります。で、この is in ear という変数の中身が true、 つまり空中にいるなら、ちょっともう一回戻ってもらって、こっちのジャンプスタートの方に行きます。で、ジャンプスタートの方にまた中に入ってもらって、今度は右側のサードパーソンジャンプスタートってあると思うんで、それを出して、こういうふうに接続します。で、次もう一度今度2つ目の矢印のこれですね、ここを選択してもらって、今度はまた右クリックで、タイムリマイニングで打つと、括弧 H をサードパーソンジャンプスタートって出てくると思います。このノードは何かというと、アニメーションの残り時間の比率を取得するためのノードになります。比率なので、値は0から1の値が返ってきます。値が0の時は残り時間が何もないということになります。で、値が 0.5 が返ってくると、アニメーションの半分が再生されたということになります。次はここからまたワイヤー出して、小なりですね、フロート小なりフロートを出して、この赤色同士つなげて、ここ 0.0 って書いてるところを 0.2 にします。で、これは何やってるかというと、ジャンプスタートですね、ジャンプスタートのアニメーションが再生されるわけなんですけれども、ジャンプスタートっていうアニメーションがこう再生されて、残り 20% まで来たら、自動的に次のアニメーションに行くっていうものになります。それがさっきここで設定したものですね。残りの時間の比率が2割を切ったら次のアニメーションに行く、それを示しています。そしたら今度またジャンプループに入ってもらって、今度はサードパーソンジャンプループを接続します。そしたらまたロコモーションに戻ってもらって、今度ここですね、3番目の矢印に入って、これはこの is in air をまたこういうふうに出してきます。で、 get で出してきます。で、この is in air が今度は false の時ですね、つまり not を出します。これ not を出すと反転するんで、ここが false の時に false で、ここが not を送ると最終的にここが true になります。要するに反転します。なので、is in air が false の時、つまり地上に達した時に、このこっちに、ジャンプエンドのアニメーションに遷移するようにします。で、ここではジャンプエンドですね、ジャンプエンドを持ってきて、こういうふうに接続します。今度最後ですね、最後の矢印に来て、また、タイムリマイニングでサードパーソンジャンプエンドが出てくるので、これも一緒で小なりフロートフロートで矢印赤色同士つなげて、
まあ、ここをまあ 0.2 ぐらいにします。でこれもサードパーソンジャンプエンドっていうアニメーションがの残り時間が2割を切ったら、まあ、この辺ですね、2割を切ったら自動的に次のアニメーションに遷移します。つまりアイドルウォークランですね、ここに戻るというわけです。で今度はこのジャンプスタートとエンドはアニメーションそれぞれ、まあ、一度だけ再生されればいいので、もう一度中に入ってもらってこのジャンプスタートを選択してここの右側のループアニメーションのチェックを外します。チェックを入れたまんまだとこれがループし続けるんでスタートのアニメーションが永遠に再生されます。で今度同じく、まあ、エンドの方も1回だけでいいのでこれもチェックを外します。でこっちのジャンプループの方はループさせていいのでこれはチェック入れたまんまですね。空中にいる間、あ、間違えた。空中にいる間はこの空中にいるこういうアニメーションが再生され続けます。これでステートマシンの方は完了です。今度はこのイズインエアーですね、これを取得するノードをイベントグラフの方で実装していきますのでイベントグラフに行きます。そしたらまたトライゲットポーンオーナーの方からワイヤー出して今度はゲットムーブメントコンポーネントというものを選びます。で選んだらこのリターンバリューからさらに is falling で検索すると、まあ、is falling が出てくるのでそれを選択します。最後に is in air ですね、さっき作った変数をセットで出します。でこういうふうにワイヤーをつなげます。でこの is in air is falling は、まあ、空中にいるか否かを判定するもので地上にいるときは false で、まあ、空中にいるときは true が返りますのでこれをこう接続します。ちなみにこの getMovement Component っていうのはこのキャラクターのブループリントクラス BP プレイヤーのこのキャラクターム o v e m e n t ここですね、ここにアクセスしています。まあ、ここを参照しているっていうわけですね。で、それを持って今プレイヤーが空中にいるのかいないのかっていうものを判定して true か false をこの is in air の中に格納します。でジャンプボタンを押すと is in air が true になるのでこの is in air の変数に true が入ります。入ると自動的にここが true になるわけでこの can enter transition つまり遷移せよっていう指示ですねが来るので強制的に true になるとこっちに遷移します。でジャンプが始まるわけですね、このアニメーションがスタートするというわけです。でこのジャンプスタートのアニメーションがスタートして残り2割を切ったら逆に言うと 80% アニメーションが再生されたらもう自動的にこのジャンプループっていうアニメーションが再生されます。で再生されて今度空中に降り立つときですね、降り立つときはこの is in air がフォルスになるのでフォルスになるとこの返ってきた値がフォルスのときこの not があると true になるのでこのジャンプエンドがジャンプエンドのところに遷移します。でジャンプエンドがアニメーションが始まって、まあ、80% 再生されると、まあ、自動的に今度アイドルウォークランの元のアニメーションに戻るというわけです。でというわけでプレイしてみましょう。ジャンプボタンを押すと、まあ、こういうふうに再生されたと思います。まあ、これでサードパーソンテンプレートの、まあ、アニメーションの設定ができたというわけです。で他にもうちょっと便利なものがあって、まあ、そういう一連のアニメーションとかがどういう風な順番で再生されるのかを目で見て確かめることができます。アニムグラフですねのここのところに来てもらってここのプレイの横にあるここですね、ここのニューエディットウィンドウっていうのを押します。で押したらここですね、ここの項目のところ一番下の BP プレイヤーアニムっていうのがあると思うんでカッコスポーンって書いてると思うんでそれを選択します。そうするとこいつが動くと左側のステートマシンがそれに応じて変化します。ジャンプすると、まあ、こういうふうに矢印が
光っていくと思います。これで今自分はどのステートにいるのかっていうのを、まあ、確かめることができます。まあ、アニメーションを作るときに、まあ、こういうのを活用してもしバグとかがあったら、まあ、どこでバグが発生しているのかっていうのを、まあ、こういうのを通じて自分で調べることができます。ここから先はこの Get Velocity と Vector Length の数学的意味について解説していきたいと思います。まあ、なので興味のある人だけでいいです。まあ、特に興味のない人は、まあ、ここで入門編を終わってくれて、まあ、次の基本編に進んでもらったらいいかと思います。それではまずこの Get Velocity の方から解説していきます。この Get Velocity というのは速度を取得するためのノードです。まあ、それは説明したと思います。で、速度っていうのは、まあ、速さと向きですね、それを合わせ持ったもので、まあ、どの向きにどれぐらいの速さで進んだかっていうのを、まあ、表すものになります。で、速さっていうのは、まあ、移動した距離を、まあ、時間で割ったもの、まあ、これが速さ、まあ、これは、まあ、学校で習ったかと思います。で、この、時間ですね、時間っていうのは、まあ、ゲームの世界ではフレーム間の時間になります。で、このフレーム間の時間は、これは取得するノードがあって、まあ、Get World Delta Second っていうノードを使うと、まあ、取得することができます。まあ、例えば 60fps の場合は60分の1、まあ、これがフレーム間の時間になります。で、今例えば、まあ、こういう XY 平面を考えて、まあ、X が3で Y が5の地点に今いるとします。まあ、Z 方向は関係ないので無視します。で、この A 地点から1フレーム後に B 地点に移ったとします。で、 B 地点は12と10ですね。まあ、そういう座標に移ったとします。で、この時のこの Get Velocity はどうなるのかというと、これは速さはまず移動した距離を時間で割ってやればいいので、X 方向は 12-3 を Get World Delta Second で割ってやればいいと。まあ、同じく Y 方向も一緒で、今回の場合は 10-5 ですね。それを Get World Delta Second で割ってやれば Get Velocity が出てくる。つまり今回の場合で言うと、1フレームの間にこの向きですね、この向きにこれぐらいの距離進みましたということになります。これを実際にノードで書いたらどうなるかっていうのを解説していきたいと思います。そしたらまず今現在の値を取得します。それは検索のところで Get Actor Location で打ちます。ここのチェックを外すと出てくるかと思います。アクタロケーションですね、これですね。で、これは今現在の値を取得します。まあ、アクターの位置を取得します。で、どのアクターかというとキャラクタープレイヤーですね。プレイヤーの位置を取得したいので、このトライゲットポーンオーナーにつなげます。そしたらここからワイヤー出して、で、チェックを入れると、プロモートできるようになるんで、変数に昇格します。で、まあ、名前を、まあ、ロケーションにしておきます。そしたら今度もう一度このロケーションを、今度はこのゲットですね、ゲットで持ってきます。で、次にこの、まあ、ゲットアクターロケーションも、まあ、コピペします。で、ここの、ゲットアクターロケーションから、引くマイナスですね、出して、このベクター引くベクターを出します。で、これでこうつなぎます。で、このこっちのロケーションは1個前のロケーションで、このゲットアクターロケーション、こっちの方が今現在の位置になります。で、それをゲットワールドデルタセカンドで、割ってあげればいいので、まあ、割るを出します。で、ベクトル割るフロートですね、を出して、ここからワイヤー出して、ゲットワールドデルタセカンドを出していきます。この割り算のリターンのところから、プロモートトゥバリアブルを出して、で、これの名前を、これが、まあ、ベロシティになるので、まあ、マイベロシティにしておきます。マイベロシティで、つなげますと。で、これとこれを
まあ、つなげるんですけれど、まあ、どうなるのか、見てみたいので、まあ、本当にこのマイベロシティとこの濃度で計算されているゲットベロシティが合ってるのかを確かめたいので、このマイベロシティから、イコールイコールを出します。でこのイコール括弧ベクトルを出します。でこの空いてるところ片っぽのところにこれをつなぎます。これでマイベロシティとゲットベロシティの値がほぼほぼ一致していたら、まあ、誤差が 0.0001 以内で正解していたら、ここから true が出てきます。それでここからプリント関数ですね、出してこれとこれをつなげます。なので正解していたら true が表示されます。で最後にこれをくっつきます。こっちの方ですね、こっちの方もトライゲットポーンにつなげます。でコンパイルですね、それで、プレイしてみますと、ま、動くと、true になってるかと思います。ま、つまりこれで計算は今正解しているっていうことですね。で、ま、どういうことかというと、まずここのロケーションですね。でこのスタートを押したプレイを押した瞬間のロケーションは、0ですよね。で、そこからこの処理が流れていって、まあ、ゲットアクターロケーションの値が、まあ、ロケーションに、格納されます。でもう次のフレームですね、もう次のフレームは、1個前のロケーションがもうここに入っていますよね。でこのゲットアクターロケーションからは今現在のロケーションが取得されるので、で結局、ここのマイナスのところでやってるのはさっきのパワポで説明すると、このこれ引くこれですね、 B 引く A の座標を引いているというわけです。それがここになります。でそれを、まあ、ゲットワールドデルタセカンドで割ったら、まあ、速度が出てきます。でそれがこのゲットベロシティと、まあ、ほぼほぼ一致しているので、まあ、true が返ってくるというわけになります。まあ、これが、ゲットベロシティの、まあ、中身になります。まあ、このプレイした直後このロケーションは0を指しているので完全に正確ではないですけれど、まあ、ゲットベロシティはだいたいまあこういう計算でまあやっているのが確かめられました。次にベクターレングスですけれども、まあ、ベクトルの長さですよね。これはそんなに計算難しくないですね。でまあベクターの長さはまあ純粋に A から B の距離になるので、まあ、それは三平方の定理を使ってやれば簡単に出せます。なので、ベクターレングスは x の b 引く x の a ですね。この、ここで言うと12引く3引いて、それを事乗して、で、さらに、y 軸の y の b から y の a 引いて、まあ、事乗。それのルートを取ってやれば、この ab の距離、まあ、これが出てきます。これがベクトルの長さになります。でまあ、今回はこのベクトルの長さが、まあ、そのままスピードに当たるわけですけれども、まあ、それは何でかというと、結局、まあ、単位時間の間に、まあ、A から B 地点に、まあ、これぐらいの距離動いたっていうわけですよね。それがそもそもの、まあ、速さの定義にもなるので、このベクトルの長さ、まあ、それが、そのまま速度速さになるというわけです。というわけで、先ほどと同様に実際に確かめてみましょう。では変数のマイベロシティをこう出してきます。で値を取得したいのでゲットにします。でこのマイベロシティはもうすでにここですね、ここで値をさっ引いているので、さっき示したように、まあ、XB-XA ですね、ここの部分の計算はもうそれぞれすでにしているので、ここではこの値をスプリットストラクトピン右クリックでスプリットさせて、この XY それぞれ事乗を指したらいいだけになります。なのでここからワイヤ出してスクエアですね、スクエア、これが事乗ですね。でもう一個出します。でこれを足せばいいんでしたよね。というわけでプラスフロートプラスでこう足す。でこれにルートでやってやればいいので、今度 SQRT ですね、これがルートですね。でこれが
ベクターレングスになります。で、合ってるのかを確かめたいので、このスピードを出していきます。そしたらここからイコールイコール出すと、まあ、イコールっていうのが出てくるんで、それを選択して下は SQRT と接続します。でここからワイヤー出して、まあ、プリントストリングス、ストリングを出して、まあ、こうつなげます。でこのスピードですね、ベクターレングス、ベクターレングスで出したスピードと、まあ、計算で出したこの値ですね、まあ、一致してたら true が返ってくるはずです。でプレイして、まあ、適当に動いてみますと、まあ、全て true が返ってきます。まあ、なので、まあ、この計算で、まあ、合っているということです。なのでこのスピードをこれをもう使わずにこれ消してここのスピードにこの結果を入れてあれば、入れてあげてもちゃんと動くかと思います。まあ、動きましたね。あ、落ちた。まあ、これが、ベクト、あ、ゲットベロシティと、まあ、ゲッ、ベクターレングスの中身になります。まあ、今回はこれで以上になります。次回は基本編になりますので、もう少し一段階難しくなっていくかと思います。それではご視聴ありがとうございました。